どうも、谷川さんです。いつも見ていただいてありがとうございます。いやー、ちょっとね、皆さんに今回ちょっと謝なきゃいけないことがあるんですけどもね、僕ちょっとこの iPhone 12、Pro Max なんですけどもね、 iPhone 12 Pro Max、まあ、ケースをつけない、フィルムをつけないと言っていましたが、すいません、ちょっとこちら今日は買わせていただきました。はい、ちょっと開けてみましょうか。まあ、てな感じの今日はね、動画をお送りしていきますので、皆さんよろしくお願いします。では開けましょうか。じゃんじゃんじゃーん。はい、こちらね、 iPhone、XS Max でも、買ったメーカーのございます。こちらのフィルム買っちゃいました。まあ、これ用にね、ちょっと買わさせていただきました。まあ、ちょっとね、経緯を話しますと、まあ、いいっちゃいいんですよ。だけどちょっとね、僕はあのポケットに入れてガシャガシャした時に若干やっぱね、傷がつくわけですよ。だ、それはちょっとよろしくないなということで、ちょっとね、ここのとこだけちょっとわかりづらいよね。これじゃね、全然ね。はい。ちょっとわかるかな。ここだけ若干ね、小傷ができてしまったんで、もう、ね、いくら傷つかないとはいえ、やっぱ傷つくものですよ。ガラスってそうですからね。なので、もう若干ですよ。本当に、ちょこっとですけど、なってしまったんで、いや、それは嫌だなと。結構あの、ポケットにガシャガシャ入れるから、なんか鍵とか、ね、いろんなのでちょっと、やっぱね、傷がつくわけっすね。なので、ちょっと僕はね、やっぱ、と思いまして、ちょっと、買わせていただきました。すいません。なので、やっぱ皆さん、カバーとフィルムは、必ずね、買った方がよろしいということで。はい、これはね、前もご説明した通り、もうね、またそれ買ったのかって言われちゃう感じになっちゃうんでね、なんとも言えないですけど、一緒でございます。はい、ほぼ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 っていうか同じです。同じメーカーのものなんで、フィルムとこのカバーが付いてます。前はね、3個入りだったんだけど、今回は2個入りになりましたんでね。2個入りでございます。まあ予備でね、2つ。で、サイズもですね、6.7 インチかな。一番大きいサイズになりましたんで、まあこれをね、つけていこうかなということです。皆さん本当申し訳ないです。本当やっぱね、大事にした方がいいと思いまして、これフィルムを貼らさせていただきます。まあね、ちょっと、シルバー買って一番良かったんだよね。なんか、よいしょ。やっぱ綺麗だよね、シルバーね。うん。もうでもシルバーブラックでもいいけどね。ここが黒で、カードシルバー。まあでも、アップルさんの考え方的にはそういうことだったのかな。ホワイトで、ここはシルバーっていうのが、まあ主流なのかなと思いますけど。まあ、これでね、守られるスマホになるということで、皆さん本当申し訳ないですね。せっかく。僕は宣言させていただいたんですが、ちょっとこれからフィルムを貼ってきたいと思います。ちょっとカメラを近づけて、ちょっと傷がね、お見せできるかどうか、まあここでちょっと作業しますんで、よりカメラでちょっと見て傷具合をね、まあ見せられたら見せたいと思いますが、よりのカメラに変えたいと思います。はい、ちょっとね、僕自身がちょっと確認できないかもしれないんだけど、若干こうね、ここにシュッて傷があるんですよ。ほんとちょっとね。最初はなんかね、ゴミかと思ったんだけど、ちょっと、ゴミではなかったという。ちょっと確認はしづらいね。ちょっとわかるかな。ああ、わからないね。まあ一応、そんな感じなんです。なので、やっていきたいと思います。2枚組なのでね、この、拭き取るやつと、
このやつと、ね、これと、それと、あとはこれ、ゴミを取るやつね。粘着でゴミを取るやつがあります。なので、これからやっていきたいと思います。あ、それでこれが枠ね。ああ、やっぱもう早いね。ちゃんとこの枠になってんだね。トップ。上はこっちか。はい。さあ、てな感じでいきましょう。まずは、これを、はい。じゃじゃんと開けまして。はい。まず、こいつで、ちょっと綺麗にしていきましょう。よいしょ。はい。これで。はい。綺麗に拭いて、ちょっとね、なんか全体的に綺麗にやっていこうかな。これがね。わあ、でも綺麗だな。やっぱり綺麗だね。カメラがあるからカタカタするな。ね、カメラ出っ張ってる感がわかるよね、これね。よいしょ。はい。これを。全然傷わかんないけどね。わあ、すごい。部屋がほこりだらけだと。こんなもんかな？いやー、ほこりが立つと。あ、すごい。やっぱほこり立つとすぐついちゃうね。これやばいわ。さあ、それで。この枠を、あ、これまだいいのね。はめます。さあ、ちょっと、こんな感じですね。これもちょっとさ、ほこりを取っていきたい。わあ、なんかすごい。ちょっと早く。早く乗せないと、えらいことになるね。わあ、どうしよう。これでいこう。よし。いきます。もうすぐ置いちゃうよ。ほっ。これはね、これ。これ置いてんの？置けてんの？すごいちょっと無理やりな感じしたけどね。あ、ここがちょっと空気が入ってる。ちょっと曲がっちゃったかな。やばいやばいやばい。あ、でもいいかな。よし、皆さんいい感じ。あ、ここだけちょっと待った。ほら、ここのとこだけやばい、空気が溜まっちゃった。よいしょ。ゼロゼロ空気。よいしょ。ここだけ空気が。入っちまったぜ。あ、でもいいかな。ここだけだね。これは後々ちょっと、で出せばいいかな。はけー、はけー。閉じ込められた。よいしょ。
閉じ込められた。よいしょ。吐き出せ。あ、消えたかな。もうちょっと。よいしょ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 。ああ、でも綺麗だな、やっぱ。はい。これで、ね、クロスで拭いて。どうですか？あ、久々になんかゴミ入らずいけた感じはするね。若干ね、若干曲がってるかな。若干こっちの方が隙間が空いてるけど。まあいいでしょう。まあいいでしょう。で、このカバーを、よいしょ。つけて、はい、完璧です。OK。これで、はい、これで傷がつきません。よし。完璧ですね。あ、いいんじゃない？割れながら、ちょっと、今日はうまく貼れたかな。ちょっと曲がったけどね。はい。まあ、こんな感じでございます。バッチリ。はい、皆様、うまく貼ることができました。こちらね。はい。まあ、ちょっとこれもね、また、もう一枚残ってるんで、まあ、いつでもガンガンガシガシ、やっても、安心ですね。いや、やっぱこの安心感は大事。もう、最初はやらないと思ったんですが、結局、やっちゃいました。なので、もうフルガードですね。もうこれで落としても大丈夫ですし、はい、ここも当たっても大丈夫です。意外とこのドローンのそのモニター代わりにして外した時にペロンっつって落ちて、僕もフィルムを何回か割ってるんで、強化ガラスのやつ。なので、まあ、結局つけといた方がいいんだなということで、つけない宣言をしてたくせにつけちゃいまして、皆さん本当申し訳ございません。まあでもこうやって守った方が皆さん安全ですんで、カバーとフィルムぜひゲットしてください。まあこれおすすめです。結構安いんで1000円ぐらいで売ってるんで、買っといてもいいと思います。取り付けて。やってみてください。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価の方お願いします。以上、谷プラさんでした。バイバイ。この辺でドローンさせていただきます。ドローン、ドローン。やっぱり、強化ガラスフィルムは大事です。ぜひ皆さん、ちゃんとつけていきましょう。ありがとうございました。バイバイ。